待ちかね祭盛り上がってますか。いらっしゃいませ。すごいすごい元気ですね。今日は何されてるんですか。本日はフレッチ闘争を売っております。バカ売れです。バカ売れ。バカ売れですか。はい、バカ売れです。素晴らしいです。とても美味しいんでしょうね。はい、美味しいです。食べログでも人気です。そうですか。では早速販売クイズに参りたいと思います。はい、販売公式マップに掲載されている吹田キャンパスの出入り口の総数は何個でしょうか。1番20個、2番31個、3番7個。キャンパスは敷地内への出入り口。そうです、公式マップに掲載されている出入り口。3択です。いや7よりは多いかな。いやでも20も多いな。3?7? まあ代表に任すわ。キャプテンに任せましょう。代表3番7個。正解は3番です。わー、最高。皆さんこんにちは。去年できたサッカーサークル FC タロスの代表です。サッカーサークルです。ほのかちゃん、今日は何されてたんですか。今日はあの空のステージでラブライブの踊りをしました。では早速販売クイズいきましょう。はい、ではだだん、販売のモットーは1番地域に生き世界に伸びる、2番販売ビューティー、3番販売から世界へ。さあどれでしょう。これは3番じゃないですかね。はい、大阪から世界へ。はい、では正解いきます。ドン、正解は1番。あなんとなんと。今のお気持ちは。残念ですね。ありがとうございます。残念でした。皆さん待ちかね祭盛り上がってますか。イエーイ。ゾンビ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 。それでは早速販売クイズ行ってみましょうか。はい、それでは問題です。見せてもいいじゃん。ででん、秋の学祭が待ちかね祭と命名された年は何年でしょう。1番1986年、2番1996年、3番2006年。さあ誰が答えますか。では交代。では行きますよ、せーの。2番。正解は2番です。我ら石橋軍団、学祭におけるドリームチームである。イエーイイエーイ。待ちかね祭盛り上がってますか。イエーイ。元気。ということで早速販売クイズいきましょう。はい、はい、それでは問題です。大阪大学、あ、ごめんなさい、大阪大学図書館の蔵書数は何冊でしょう。1番約239万冊、2番約495万冊、3番約400万冊。さあどうでしょうか。考えてください、考えてください。多分3。3番。はい、3で。400万冊。あ、やっぱ1で。1番。1です。1で。1です。正解は3番でした。あー焼きそば頑張ってください。はい、焼きそば頑張ります。はい、ありがとうございました。では早速販売クイズお答えください。はい、では問題です。今年の待ちかね祭の模擬店の数は1番85点、2番105点、3番なんと500点。さあお答えください。せーの、1。正解です。イエーイ。僕たちはテレビドラマ、テレビドキュメントなどを作っています。できて2年のサークルなのでまだまだ部員募集中です。イエーイ。じゃあ早速販売クイズ行ってみましょうか。行ってみましょうか。はい、はい、では行きます。問題です。箕面キャンパスが移転する年は1番2021年、2番2019年、3番実は来年2016年。さあお答えください。1番。1
番2021年ファイナルアンサーですか。はい、はい、では正解は1番。イエーイ。私たちは関西サッカー観戦サークルティフォージです。サッカーに関する全てのことをしています。スタジアムへみんなで行きましょう。今は本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。たくさんの方に応援していただいて本当に思い出に残る待ちかね祭になりました。ありがとうございました。本当に本当に感謝の気持ちしかないです。私が取った賞ではなくて応援してくださった皆様の力で取った賞だと思います。5人で一緒に2ヶ月間頑張れて本当にいい思い出になりました。待ちかね祭終わってしまいました。3日間ともたくさんの人で賑わっていましたね。今年も取材していく中でたくさんの楽しい人たちに会えてとっても楽しかったです。中央実行委員会の皆様、本当にお疲れ様でした。来年も楽しみですね。それでは